トラウマって何ですか？ん？トラウマ？はい、トラウマです。トラウマでトラウマと振り返りますけど、トラウマですね、英語でね。それはね、あの過去の出来事をずっと妄想することですよ。で、トラウマっていうのはだいたいショックなんですね。で、ショック受けちゃう。で、ショック受けたらすぐ忘れちゃえばいいのに。忘れなくて、また再生するんですね。だからこの瞑想、気づきの実践していない人に起こる病気で、あの気づきの実践やる人にはその病気が治ります。一般人によくありますよ。散歩すると突然蛇を見る。見たらガウンとびっくりしちゃう。蛇が逃げちゃうでしょう、ね。逃げたら落ち着くはずなんです。でも、ああ腎臓がドキドキして、ああびっくりした、大変、怖かったよとかね、思い出しながらまたまたあれは再現するんですね。その心理的な働きでしょ、トラウマになるのは。一旦病気にかかったら、そっか治すのも簡単じゃないんです。大体トラウマっていうのは、この、まあ、何か起きた怖いことをね、思い出して、あの再現する。よくトラウマになるのはこの、まあ、自分の命を脅かすことなんですね。2番目にこの親しい人々が亡くなったり、なんとかね、もう損害を受けたりいろいろすると、まあそれもトラウマになったりする。だから過去は終わったと、今は別人やと、私はと開き直れば、これは解決はします。はい。いろんな人との関係性があって、まあ、初めて自分っていう存在が確立されるのはなんとなくわかるんですけど、でその時にそういう状況を理解してても、なんかそこでなんていうんですかね、その状況の中でなんか判断を下したりとか、そういうことをするのはまた自我とは別のものってことですか？あの自我がないというんじゃなくて、自我は錯覚であると理解せなくちゃいけない。で幻覚。幻覚っていうのは何もないところに生まれるわけじゃなくて、いろんな物事を組み合わせて幻覚というものが生まれるんです。蜃気楼と同じくね。何もないところに蜃気楼は現れませんね。やっぱり光が一緒し、熱が一緒し、光屈折するためのね、まあそういういろいろ条件が一緒なんですね。そういう条件で蜃気楼が現れるんですね。ただ鏡に物が映ってると思ってます？はっきり分かりません。しかし鏡の前に私がいると、私の反対の顔が映ってはいるんです。それで私は鏡ってものは薄しちゃいますよと言うんです。本当に薄ってるんですけど、一緒でも。例えば誰もいない部屋に鏡を置いておくと、その時薄ってますかね？知ったことじゃないんです。そこでこそっとドア開けてみると、あ、薄ってる壁とか、自分がいるからなんで。本当は何も薄ってないんです。そういうことで、この因縁関係によって、私という錯覚が、あの鏡の像ですね、ミラージュ、まあ、なんて言いますか、ミラーイメージが現れるんですね。ほんで、あなたの師匠にあるのは、この判断するときはどうしましょうかとね。で、判断するときも、だから、例えば子供、私の前に来たら、私は別人で、この関係で自分の人格が現れたんです。そこで子供が失踪したら、私はその時の人格で答える。それで見決めたら60歳の人がいるんですね。その人を見るとまた別人になりますね。私が別な人格、その人を失踪したらその人格で答える。皆さんはこういうことやってるでしょ。それは自我がある人は失敗します。
まあ、例えば6人ね、まあ、40歳の人、60歳の人、70歳の人がいる。そちらそれぞれ質問して私は答える。そこで私に自我あるとします。そこで6歳の子供もこちらにいて、あのね、何か質問する、答えられなくなっちゃうんですよ。もう大人とすごい喋って難しい話を聞いていたんだから。あの子供はあのね、で言って何でしたっけ、自分のぬいぐるみの名前知ってますか、何ちゃんかと知ってますかと私聞いているかもしれません。それで私に自我があったら、何をのコメントして、あんたあちらに行って遊んでくださいと言い出すんです。だから自我があると 適切に反応することができない。私に自我がなかったならば60歳、70歳、40歳の人にそれぞれ答えて、もう3歳、4歳の子供が何か聞いたら、それに必要な答えするだけで終わっちゃうんです。だけど、そうすると私は何歳ということは成り立たないんです。相手に合わせちゃう。ただ私は 年寄りやと、今私よく言ってますけど、なぜならば、みるみる人々はもう年下だからなんです。私と同じ年のグループで、あのね、私は年寄りですよと言葉成り立つ、成り立ちません。はい、そういうことで、その都度、その都度、新たな自分が現れる。で、その時、その瞬間の自分で判断したら、答えたら、行動をしたらいいんです。自我がある人は失敗します。そうでない人はかなりうまく対応します。私がいて私が判断するというか、みんなそうやってますけど、だから間違いますよと。例えば家で大子さんと喧嘩した夜、喧嘩して会社に行っても、あの不機嫌でいる。あれ自我があるからなんです。もう夜はあったし、もう朝でしょうし。まあ、別所な人々に会ってるでしょうね。別所人でしょうね。会社に行ったら別所人でしょうね。そこで別所人やと分かった人は、今何やるべきかという、この正しい反応、適切な反応できるようになる。だから、どちらかというと、自我の錯覚ない人が一緒でも正解の世界で生きてるんです。自我の錯覚ある人にとっては、正解っていうのはまあ1万回に1回ぐらいなんですよ。まあ正しいて言えば体が病気になったりしますね。体調が悪くなったりする。そうするとちょっと反応できなくなるんですね。子供が来て、まあゲームやりましょうって言ったって、もすぐ子供に対する自分は作れなくなっちゃうんですね。まあその時はちょっと、あ、もう病気だからね、体調が悪いんだから、あの後にしましょうって言わなくちゃいけないんですね。だから健康な時、子供がゲームやりましょうという時の体が、体調が最悪状態でいる時、子供がゲームやりましょうって言った時はやっぱり違うね、反応が。だいたいあのこの場に適した反応できないのは病気になった時だけなんです。それ以外はできます。だから病気になった人は、今病気ですから体動かないんだから苦しいしね、まあそれはなんとか治すことは優先になります。これは珍しいことじゃないんです。いつだって人が病気になっちゃうとね、仕事のところじゃないんです。病院に行って治療を受けるんです。はい、それで、まあ、答え、終了したと思いますけど、まあ、自我があって判断することもできますし、自我がなくて判断して行動を起こすこともできます。はい。自我で凝り固まってしまっている人と接しなければならない場合、例えばですけれど、私の老いた母がもうちょっと病気も出てるんですけれども、嫉妬ですとか、あのよそ様に物を取られたりとか、そういう私から見るとそれは妄想ではというような自我に
凝り固まってしまう相手と接するとき、自分の自我を消しても相手の自我、ちょっとうまく言えないんですけど、その自我、自分が消すだけではどうにもならないように思えてしまうときはどうしたらよろしいでしょうか。その場合は私たちに希望があるんですね。相手変わってほしい、自分がないもんだから、そんなもんやと諦めるしかないんです。あ、そう、それで終わっちゃいなくちゃいけない。自分で何も希望期待持たないことなの。自分の子供であっても希望をかけてみてください。すっごい苦しくなっちゃうんです。例えば子供に45分じっと座って宿題やりなさいとタイマーまでつけちゃうと、子供やりませんよそんなこと。まあ、2、3分はもしかするかもしれませんから、いら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 いろいろやっちゃいますよ。そうすると、自分の子供が落ちすぎて、45分間落ちすぎていられる訓練したかったんです。いっそでは冷静で落ちすぎている人間に育ちましょうという希望があって、大失敗して腹が立って、子供に当たって、トラブルを起こすんですよ。だからこの相手が自我の塊で変わらないと思ったのを自分でやって変わってほしいと思ったのを自分でやってね、それで放っておけば楽なんです。他答えがないんで、これは逃げても何でもないんです。だって私に何々か取られたって、あ、そうですかねとかね、あ、これは大変です、適当な答え、あ、これは大変ですね、じゃあ喋しましょう、この、まあ、後でね、今忙しいんだから後で喋る向こうはもう後っても忘れてるんだから、ね、その瞬間に対応するだけで十分です。何も意図的に物を変える必要ないんです。自我がある人は変えようとする。年取ってもうほとんど自由は、肉体の自由も思考の自由もなくなってる人に対して、よくいろんなことを我々はプログラムするんだからね。向こうにはそれに合わせて反応できませんもん。だから頑固や硬いやあれやこれやって言うんですけどね、関係ないんです、放っておけばいいんです。まあ、レッグオーということで放っておくという言葉はいいかどうか分かりませんだけど、まあ流す、でも物事は流すことは私たちにできませんけど、自分が期待持たない、希望持たない、そうであってほしい、こうはあってはならないというね、それを心で消しちゃえば、これ流す世界に入られますね。私たちは誰だってやってるのは、この環境に適した反応するだけ。これ適した反応できなかったら悩み苦しみが生まれる。それに適した反応すれば、まあ何のこともないんですね。寝たきりになった人がね、また元気になって歩いてほしいと思っちゃうと自分の希望でしょ。それにいろいろやったっても適切な反応じゃないんです。人が治療の結果元気になったならば勝手に立ち上がるでしょ希望あってもなくてもね。年寄りだったら、寝たきりになったら、まあもう戻ることはないんだからね。期待する必要はないんです。何も今日は調子はどうですかって見るだけで十分です。どんどんひどくなるんだと思った瞬間で過去を引っかかってくるんですね。調子はどんどん悪くなってますよと、そういう考えが出てこないんでしょ。心理の人には日々変わるだけでね、どんどん状況が悪くなっていくんだというのは、いろんな過去のデータを参考にせなくちゃいけなくなっちゃうんですね。誰だって過去に戻らないんだからね。意味がない、そういう言ったっても私たちも過去に戻れないしね、年寄りも過去に戻れませんしね、寝たきりになっても、もう認識障害になってもね、で過去に戻れないんです。だから
それにそれに合わせるしかないんです。まあ別所なくどれない例出しますけど、例えば水飲みたくてガラスを持ってもう蛇口から水を入れる、蛇口水を入れると何かにちょこっとぶつけてこのガラスがちょっと割れてしまいますね。でまあ他のガラスもないし、まあちょっと一つかけら壊れただけで、まあそれでも水が入るならば、ある程度水が入ったらば、まあ、残り壊れていないところから飲めばいいんです。それはその場の反応なんです。だからこれから死ぬまで割れたガラスで水飲みそうとかそんな手伝いする必要ないんです。ガラス の, あの上のところ一応割れてあったらそこから飲みませんだから、いいところで口につけられるところから取って飲めばいいんです。だからその状況に適切な反応するだけ、人生っていうのはね。大体この放っておくことを訓練しましょう。放っておくとは自分で余計に世界に対して希望計画を持てないこと。なんで持てないことですかね。持てないからなんです。世界はこうであるべきと思ったっても思った人はひどく苦しむんです。世界は流れるんです。誰の話も聞かないです。地球が自転することと同じです。私たちはそれに適切な反応すればいいんです。地球が自転するから夜になる、まあ、だったら夜に反応する、それから朝になる、朝に反応する、それだけ、はい、そういうことで、この年寄りの方々は、病気の方々はね、まあ開業必要な方々なんかね、あの直そうとしないでください変えようとしないでください。その場でその場で、まあ必要なことはしてあげるだけで十分です。それとすごく楽になります。